短くね。皆様は各定区間が短すぎる区間急行が南海本線に存在するのをご存知でしょうか。泉佐野までは空港急行と同じ停車駅、泉佐野以南は各駅に停車する南海本線の区間急行。実はこの区間急行の中に各定区間が短すぎる列車が存在するのです。それが平日朝や夜に数本設定されている羽倉崎行きの区間急行。南海本線ユーザーの方ならすぐにお気づきかと思われますが、これらの列車の確定区間はなんと泉佐野、羽倉崎間。なんと確定区間がたった一駅、わずか 2.1 キロだけの区間急行なのです。実はこの列車の前身は春季停車のいわゆる白線急行で、日中の白線急行がなくなった後は羽倉崎行きの場合区間急行として運転されているのです。また羽倉崎以南には6両までしかホームが対応していない駅が存在するため、8両編成で運転される区間急行は全て羽倉崎行きとなります。